エトレチナートとは、ビタミン A 誘導体であり、感染や毛穴性態性に有効とされる薬である。ロッシュが開発し、FDA は1986年に承認した。欧米では、テジソンの名で発売されていたが、再帰制という強い副作用のために1996年に、カナダ、1998年に、米国で使用禁止となっている。日本では、 中外製薬からチュガソンの名で発売されており、先進国では唯一発売が続けられている。日本国内でモニレへの1 0異常以上症例が報告されており、製造元である中外製薬が定期的に注意喚起を行っている。処置量が無効かつ重症な下気疾患ビタミン A の薬との併用は不可。ビタミン A の過剰摂取となり肝機能などに悪影響を与える。 危険性がある。また、骨極の形成や人体の石灰化等の過骨症変化及び、腸管骨の骨膜飛行等の作り骨性変化を生じることがある。長期の服用の場合、定期的に骨、X 線、肝機能、中性脂肪の検査を行う必要がある。日本では、レチノイドの使用性が強く、体内に長期間蓄積されることから、服用中はもちろん、 服用後の妊娠につながる性行為と男女とも最低2年間は献血をしてはならないこととなっている。処方にあたっては皮膚科医師からの説明の上同意書を交わす。閉経前の女性に対しては妊娠検査を行い、妊娠していないことを確認されることもある。そして薬剤師の問診、確認を済ませて初めて処方されることとなっている。妊婦、肝障害。 または、腎障害のある患者、ビタミン A 製剤を服用中の患者、過敏症のある患者には近畿である。滅多に発生することはないが、以下の症状が出た場合、医療機関に受診を進める。なお、副作用の発生率は71.0%で、あり、の発生頻度が高いほか、重大な副作用として、上記の再帰性のほかに、中毒性表皮膚症、多 血管炎が記載されている。ありがとうございます。